アロハ、EJ です。ハワイでイベントとコーディネートをしております。皆さんはコーヒー好きですか？僕は大好きでして、休みの時、美味しいと聞いた隣の島のコーヒーを飲みに行ったりするほどこじらせております。コーヒーが有名なハワイでは、コーヒーもカフェもほんとたくさんあって、正直どこがいいのって迷いませんか？そしてついホテルやモール近くのカフェに行きがちになったり、 SNS とかガイド本とか見て飲んでみて、まあ多分こんな感じなのかなみたいな微妙なほどほどの納得したりしてませんか？カフェって一言に店内がおしゃれとかスイーツやアサイが売りとかほんといろいろあるんですけど、今回はコーヒーが大好きでいろんなショップや生産者などの取材をしてきた僕が本当に美味しいと思っているカフェを6選おすすめとその理由をご紹介します。もちろんコーヒー以外のメニューや楽しみ方、お土産のおすすめなどもご紹介しますので、これを押さえておけば間違いないっていう内容だと思ってるので、最後まで見ていってください。はい、一つ目はカイコーヒーです。女性一人でもフラッと入りやすい雰囲気のカフェは、コーヒーとハワイ好きの人にぜひ教えてあげてほしいところの一つだと思っております。コンセプトはアロハを込めて丁寧に一杯ずつ入れることとトータルなカフェ体験を提案しております。カフェってメニューの種類が多すぎたりすると迷ったりしませんか？ここは豆のラインナップをシンプルにしつつ、ハワイの粉やカウなどの地元の超こだわった入れたてのコーヒーと、ブレンドならハワイの豆との相性っていうかマリアージュの完成形目指してますって感じで、トータルバランスがめちゃくちゃ良くって、酸味と苦味のバランスと何よりアロマの香りがいいコーヒーが特徴で、メニューがシンプルなのも観光で来る人にも分かりやすいって思ってます。こちらのアロヒラニリゾートのカラカウア路面店とハイアットリージェンシーに1店舗ずつ、どちらも定休なしの6時から夕方5時ですね。で、さらにアロヒラニのロビーエリアに水槽で優雅に泳ぐ魚を楽しめる6時から正午までの午前限定のカフェラウンジがあります。こちらは静かで癒されるし、 Wi-Fi もあって僕も作業用でよく行くので、ちょっと教えたくないなって思いつつ、こういうところが好きっていう人もいると思うのでご紹介します。ハワイのコーヒーといえばやっぱり粉でしょって思ってる人多いと思ってます。定番の粉がハワイで一番高級で超いい豆で、なんなら粉コーヒーが絶対一番美味しいって思っていませんか？実はカウコーヒーもね、最近すごく人気がありまして、以前世界のコーヒーコンテストで受賞してるところなんですね。ハワイのコーヒーはいろんな農園のコーヒーが混ざることが多いのですが、カウは一つの農園から仕入れる場合が大半なので、いいところの豆に出会えると超感動すると思います。このショップがオープンになる前、カウコーヒーが流行り始めた頃、サブスクで美味しいカウコーヒーが飲めるよみたいな時期にここのテイスティングした時、衝撃的な美味しさで超感動したことを覚えてます。粉より酸味がさらに少なくってマイルドで、ブラック苦手な人とかでもあれ飲めるってなる人も多いと思ってて、甘みが強いことと、あとラテでもわかるアロマの香りがほんと美味しい。で、僕はメディアのお仕事や取材で飲み比べてみたり、プライベートでもコーヒー好きすぎてカッピングっていうワークショップとかを重ねていくうちにさらにハマってしまい、はい、このようになってしまっております。こちらは前述の美味しいカウコーヒーをフォアオーバー、ポットのエアロプレスや冷水で入れるコールドブリューなどで出しておりまして、個人的にはエアロプレスっていう家でなかなかやれない入れ方で、豆の美味しいところだけを短時間で出すここの入れ方がおすすめかなって思ってます。ロケーションもすごくいいので、ショップだけじゃなくって道路渡ってワイキビーチ眺めながら飲むっていうのも最高なんじゃないかなって思ってます。お土産で人気のコーヒーをスーパーで買うのもありだとは思うんですけど、カフェで行ってるコーヒーの方が新鮮な場合が多いんですね。なので旅の最終日とかにカフェで買って、帰ってから渡す時、ハワイのカフェで飲んだんだけどすごく美味しかったから買ってきたよっていうのを伝えてあげたりしたら、もらう人もすごく喜んでくれると思うし、感動とか体験のお裾分けができるっていう、お土産が持つ意味合いを上手に引き出せるかもって思ってます。そう言って渡されたら僕なら感動すると思います。はい、二つ目はマノワにあるモーニンググラスコーヒー&カフェです。ここは有名ですし、
僕もメディアでよく紹介したなって感じですね。で、営業時間は8時から2時となっておりまして、定休は月曜と火曜となっていますので、ここにも行きたいなっていう人はマノアに来る曜日を確認してください。で、こちらはスターバックスの創業者の一人であったエリック・ロースさんが2011年に立ち上げたショップでして、日本では東京の青山の野の青山にエリックさんご自身の名前でカフェが出ていて、僕はまだ行ったことないんですけど、ハワイはまだまだ先っていう人で、近くの方はそちら行ってみてもいいんじゃないかなって思います。マノアという涼しい街で、エアコンのいらないカフェで、本当に美味しいコーヒーを地元やさらに世界中から取り寄せて、グラスのカップに丁寧に一杯ずつ入れるっていうコンセプトって感じですかね。で、さすがはスタバ出身っていうか、フォーバレルズ、スタンプトン、クマコーヒーなど米本土のロースターからコーヒーを速達で取り寄せております。で、さらに1週間以内に使い切ることをポリシーにしているので、週ごとにメニューが変わります。フォアオーバーやフレンチプレスなどの入れ方で、一杯一杯ほんと丁寧に出すので、混雑するときはちょっと待つので時間に余裕を見てください。ドリップは1杯4ドル50くらいって感じですね。実は僕マノアに住んでおりまして、このカフェはなんなら超近所なんですけど、マノアは街中と比べて雨多いよねってよく言われるんですけど、実際僕は雨のイメージより風が一段冷たいっていう印象があるんですね。で、ショップは超こじんまりしてて、特に週末の朝はマノアの地元ロコがたくさん集まって相席で譲り合うみたいな感じなので、うまくロコたちの間に溶け込みつつ、涼しい風の中でコーヒー楽しんでほしいかなって思っております。ここはフードも美味しいと思ってます。エリックさんは元サーファーで、世界中を旅して美味しいと感じたものを出しておりまして、今映ってるこちらは11時の限定メニューで、 BAT と呼ばれるベーコン、アルグラ、トマト、スパイシーマヨのサンドなんですけど、シンプルで飽きが来ない優しい味って感じで気に入ってます。ここは食材の仕入れでよくメニューが変わることが多くって、ぶっちゃけ曜日とかタイミングがあるんですけど、会えたらラッキーって思ってる卵とチーズ、チョリソーが入ったブレックファーストのブリと、写真で申し訳ないんですけど、これもかなりおすすめで、マノアの滝とか行く前の腹ごしらえとかにいいんじゃないのかなって思ってます。ブリトーって基本そうだと思うのですが、しばらくお腹いっぱいになりやすいので、お昼にがっつりみたいなプランが控えている人は食べ過ぎにご注意ください。マノアってハワイ語で豊かなっていう意味で、自然が豊かでゆったりとした時間が流れる住宅街って感じですかね。で、観光っていう目線で言えば、マノアの滝とか緑のスタバとか人気があるんですけど、実は他にも超おすすめのスポットがいろいろありまして、ちゃんと掘り下げると1日作れます。皆さんもぜひマノアな旅の1日をね過ごしてほしいと思います。何言ってんだろうちなみに皆さんはエリア別の特集とかに興味ありますか？今回みたいにテーマで行くのか、食べ物のジャンルがいいのか、エリア別がいいのか、ぜひコメントいただけたら嬉しいです。今回はコーヒーメインとなっておりまして、前回でカフェの映え感とかおしゃれ感とか、期待していた皆様には、ちょっと申し訳ないと思いつつ、ハワイ好きでコーヒーも好きだよっていう方にもこの動画教えてあげてほしいと思いますし、同時にハワイも盛り上げていきたいので、チャンネル登録がまだの方ぜひよろしくお願いします。はい、次はローカルジョーです。ホノルルのダウンタウンエリアにありまして、アフリカ系でフランス出身のオーナーのチャールズさんがおしゃれな R&B が流れる店内で陽気にコーヒーを入れてくれます。営業時間は平日6時半から2時で、週末は8時から1時の間やっております。ダウンタウンっていうロケーションなので、平日はスーツやアロハシャツなどの働くロコたちが列をなすし、週末はそのロコたちが急にラフになる感じのギャップが気に入っております。元科学者でもあったチャールズさんが豆をこのショップで入れておりまして、こちら今映ってる豆を焙煎するとき、湿度と温度を管理するためにちょくちょくハワイ島の火山でろ過された水を使って調整するんですよ。
で、豆に関しては全てオーガニックで、ハワイ産ならカウや粉以外にもハマクワやカウアイ産を扱ってて、ブレンドはブラジル産などと合わせております。元科学者なので、入り方とか火加減とかにもこだわってて、安定に美味しいし、毎日仕事で来るダウンタウンの人たちが通ってるところを見ても、ここのコーヒーがいい理由がわかると思います。コナかカウアイ産をポアオーバーでっていうのがおすすめでして、このようにアロハタワーを眺めるのがここの楽しみ方だと思ってます。カフェ飯って外からパンとか買ってきてショップで温めて出すよみたいなところが多いんですけど、ここは英語で from scratch と呼ばれる生地から丁寧にショップで作ってて、小さなカフェではあるんですけど、ペーストリーとかサンドイッチ、ブリトーなどのカフェご飯専門のスタッフがいるこだわりようなんですね。この今映ってるブレックファーストクロワッサンはむちゃくちゃフランスっぽいバターの香りとサクサク生地が特徴かなって思ってて、ベーコン、卵、チーズのコンビネーションが超やみつきになると思っております。もしかしたらホノルル一美味しいクロワッサンかもしれないですね。他にはベジラップも人気ですし、おすすめでもあります。チャールズさんご自身が描かれたこのコーヒーもお土産におすすめでして、ハワイ通が喜んでくれると思ってます。で、描くといえばこちらラテアート、自分で描けるんですよね。で、こちらの QR コードを携帯で読み込むとウェブにつながって写真とかのラテアートが作れて、これローカルに人気があるんですね。で、僕はロゴにしたんですけど、はい、お気に入りの写真とかぜひやってみてください。飲んでるとね、このようにだんだん伸びてくるので、ちょっとご注意ください。このラテアートの機械を置くあたりでもそう感じるんですけど、ここは陽気な雰囲気がするんですね。時折フラッといなくなったと思ったらご近所さんから氷とかを持って帰ってきたりしてまして、ダウンタウンの小さなビジネスがお互い助け合うみたいな昭和な感じって言いますか、昔懐かしいハワイのロコの人付き合いというか、コミュニティのつながりが見れて、ハワイ上級者さん的にも楽しいところだと思います。はい、4つ目です。同じくダウンタウンにあるアリーコーヒーですね。ダウンタウン以外だとワールドビレッジとワイキキがあるんですけど、僕はこの本店というか超こじんまりしたショップが気に入っております。ここはほんと小さいショップでして、平日の朝は出勤前のロコたちが列をなすカフェですね。営業時間は平日7時から2時、週末は8時から1時とちょっと緩めな感じでやっております。概要欄に情報を載せておくので、カカアコとかワイキキが便利な場合はそちらにも寄ってみてください。アリーはハワイ語で酋長とか貴族っていう意味になります。ここはなんか日本の東京とかにありそうな超洗練された華やかおしゃれカフェとかと違って、ほんとこじんまりしてて、地元のロコがのんびり過ごす空間がコージーっていうか手作り感あふれるショップで居心地がいいんですよ。で、こういう街の片隅で感じる緩めの落ち着く時間にもハワイらしさを感じるし、本店は座席も限られてて座れなくなっちゃうのも微妙だなっていう点で、本当は教えたくない系だと思っております。客層はビジネスマンや地元の学生、近所の人が多めの印象でして、こちらのロケーションは犬も連れてきていいよって感じなので、散歩で来るご近所さんも多いんですね。このようにワンちゃん連れてきてコーヒー片手にチルしたり、バリスタさんと話したりしてて最高っしょって思ってますが、ワイキキにはあまりないこのゆるり感っていうのがここが好きな理由の一つです。コーヒーに関してはクラフト系っぽいっていうんですかね、喫茶産業って結構他のショップとかでコーヒーを学んだ後に独立してみたいな感じが多い中、こちらのオーナーのウィルさんとジェームスさんが趣味でコーヒーを入れていくうちにショップになってった系でして、以前紹介したハワイの地酒の動画の、ビアラボさんに近い感じだと思います。100ドルで買った一度に200グラムぐらいしか作れない小さなロースターからショップを開けるまでのストーリーもすごくいいので、そのうちまたどっかの雑誌とかで紹介したいところって感じですかね。
コールドブリューやニトロなど工夫を凝らしたコーヒーが多くって、チッ素を使ったニトロコールドブリューがおすすめかなって感じです。12時間以上かけて水出ししたコーヒーに最後、ニトロ、チッ素を加えて出すんですけど、これも本当に美味しい。で、水出しっていう時点で雑味がなくってまろやかなコーヒーになるんですけど、さらに窒素を加えて泡が出る感じがビール好きな人にとっての上のあの泡がまろやかさを出す、それのコーヒーバージョンかなって思ってます。ちょっと違うか。僕はブラックで飲むことが多いんですけど、ここのニトロコーヒーは何も加えなくてほのかに甘いんですよ。そして極上の香りが癖になると思ってます。ニトロって聞くとちょっとビビる人もいると思うんですけど、窒素は普段空気中にもあるのでご安心ください。このビール出てきそうなバーっぽいタップもいいじゃないですか。コーヒーのブラックはちょっとっていう人は、カクテルをもじったコフテルって呼ばれるシリーズのカクテル系コーヒー、まあアルコールは入ってないんですけど、マウイ島のラベンダーとクリームを混ぜたクラゴールドブリューがおすすめですね。フードは、ハワイの伝統料理のロミサーモンをアレンジしてチーズを加えたベーグルがおすすめです。これも写真のみですみません。5選目はアイランドブリューコーヒーです。こちらはハワイ海にある本店といいますか、他にはワードアラモアナにショップがありますが、ロケーションがむちゃくちゃよくって、美しい入り江を眺めつつコーヒーを楽しめるところって感じですかね。で、やっとここで YouTuber っぽい映え系カフェかもです。もし僕に恋人がいたらここはデートとかでもいいんじゃないかなって思ってます。はい。で、営業時間は定休なしの朝6時から夕方の6時となります。ハワイ旅行でハナウマワンやワイマナロ、カイルワなどの東海岸周りを計画している人多いと思いますし、ぜひねそこに加えてもいいんじゃないかなって思ってます。定休がないところと朝早いのもポイント高いと思います。客層は地元の主婦とか学生さんとか多めの印象なんですけど、一定数観光客で感度高めな人が多いかなって思っております。やはり海が目の前っていうのがいいじゃないですか。で、店内もテラス席もこのように手作り感で溢れてて、ビーチフロントのサーファーハウス感って言えばいいかな。とにかく雰囲気がめちゃくちゃいいし、ほどほどの統一感のなさが可愛さが出てていい感じだと思います。ローカルアーティストのアートとかもこのようにコンサイメントで出しておりまして、それもいい感じのコミュニティ感とかカルチャー感を出してるって感じですかね。で、こちらはメニューがめちゃくちゃ充実してるので、コーヒー苦手な方にもおすすめかなって感じですね。おすすめはスイーツならアサイボール、ダーエルビスっていう小さなワッフルのセットが有名で、フルーツが美味しいカフェでもあるので、コーヒー苦手な方が一緒に行っても十分満喫できるかなって思います。オニオングリービーのロコモコが実は美味しいんですよ。コーヒーに関してはこちらの機械でゆっくり12時間かけて冷水でドリップするマルチアイランドコールドブリューっていう、ハワイのいろんな島々から厳選したブレンドコーヒーがおすすめですね。いろんな島のコーヒーを一度に楽しめるんですけど、味のバランスを作るプロの見識が隠れてて何気にすごいコーヒーだと思ってます。とは言いつつですね、これこの時ドリップで飲んでんな。はい、すみません。まあこの仕事できそうなネーミングもいいんじゃないかなって思ってます。何言ってんだろう。コーヒー苦手な方、こちらはマンゴーパッションっていう最近できた新しめのスムージーなんですけど、バナナも使ってて濃厚でおすすめですね。水っぽくない濃度濃いめのスムージーで、わかりますか、あのほっぺたすぼめて飲むっていうんですかね、こうフルーツ飲んだわみたいな、充実感あふれるスムージーもおすすめですね。で、ここはほんとのんびりもできるし、潮風に吹かれてコーヒーとか最高っしょってなると思います。ショッピングモールやホテルなどのカフェとか雑誌でよく出るところだけがコーヒーが美味しいところじゃないと思いますし、今後カフェ特集もたくさんやっていこうと思ってて、で、いきなりコーヒーで選ぶみたいな
今回のこの基準って正直自分からハードル上げに行くことになると思うんですけど、皆さんにはハワイを本当ディープに楽しんでほしいと思いながらご紹介しております。はい、6つ目ですね。今回ダウンタウン率高めなんですけど、次もダウンタウンに帰ってきておりまして、そしてその名もダウンタウンコーヒーですね。はい、でこちらフォートストリートモールにありまして、先ほどご紹介のローカルジョーから歩いて数分のところにあります。アロハタワーの正面の通りって言えば探しやすいかもって思ってます。概要欄チェックしてみてください。で営業は日月が定休で、平日が6時から3時、土曜は7時半から3時ですね。で、皆さんが次のハワイで行ってみようって思ってるカフェってどんなところですか？ SNS で映えてるところだったり、情報発信多めみたいなところだったりしませんか？ここは SNS だと伝わりにくいローカル感があって、今回紹介しているショップで一番小さいカフェでして、そもそも店内にテーブルとかがなくってカフェストアっぽいって感じですかね。で、この映ってるオーナーのフレッドさん、日系三世の方なんですけど、物静かで優しさあふれる職人さんって感じでして、心を込めて丁寧に一杯ずつコーヒーを作っております。アロハ感とともに僕は日本の古き良きおもてなし感をフレッドさんに見てる気がしています。常連さんと名前で呼び合ったりしてて、地元感が超いい感じなんですよね。でもちろん観光の方にも彼のハートが伝わると思っております。ここはロースターとしても受賞してるし、ダウンタウンまで足を運ぶ価値があるいっぱいって感じですかね。僕が観光できてたらヤムチャとか食べて、でマーケット寄った後に寄ったりするかなって思います。ここはコーヒーを飲むテーブルや椅子がカフェのすぐ近くにあって、ローカルの皆さんが思い思いの時間を過ごしてて、隣のテーブルでロコの女性が中華のプレートランチ食べてるみたいな、ほんと飾らない雰囲気でして、これは結構なローカル感です。でコーヒーって豆とか産地ばっかりに意識が行きがちだけど、最後は入れる人の人柄もあるって思ってて、でこちらも自家焙煎でこだわってコーヒーを出しておりまして、マウイのコーヒーをドリップで楽しむのがおすすめですね。こちらは奥様がペイストリーを担当してまして、このチャンネル見てくれてる人は分かってくれてると思うんですけど、僕は甘いもの全然得意な方じゃないんですけど、こちらのデトックス抹茶トルテは感動的に美味しいと思ってます。竹の炭が入った生地でデトックスもできて、日頃不摂生の僕にはありがたいし、ほんとおすすめです。カフェってオーナーさん割と不在がちでバイトさんが入れるみたいなところが多いんですけど、愛妻家のフレッドさんとペイストリー担当の奥様の、夫婦二人三脚で、派手さはないけどオーナーさんが店舗に立って丁寧に入れるコーヒーをダウンタウンのロコの日常の空間に混じって楽しんだりするのがいい感じだと思ってます。僕もついフレッドさんと語ってきちゃいましたが、コロナ禍で日本のお客さんが減って寂しがっておられました。豆も相変わらずのこだわりようで、毎日ハートとパッション注いでましたね。で、ここは昼下がりだったりするとピーク過ぎてて、例えばお土産のコーヒーをここで買っておすすめの入れ方を聞いたりするのも、お土産屋とかじゃできない体験って感じしません？今回のコーヒーで選ぶホノルルカフェ6000はいかがでしたか？今後いろんな企画をやってみたいと思っていますし、こういうのやってほしいとか意見が欲しいと思ってます。このチャンネルが皆さんの知りたいハワイの魅力や楽しさとなり、そして現地とつながる、そんなチャンネルを目指しておりまして、ご賛同いただける方ぜひチャンネル登録お願いします。 EJ でした。マハロです。